はい、皆さんこんにちは。私、渡内パイプ、自由研事業部の石田と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、新潟県の、燕三条市にお邪魔しております。近田さん、ご挨拶お願いいたします。はい、渡内パイプ株式会社木造大型パネルチームの近田と申します。こちらの現場担当させていただきました。はい、ありがとうございます。新潟というとお米どころのイメージがあってですね、まあ、非常に今日天気も良くてですね、非常にすがすがしいあの現場からお届けさせていただいてますが、近田さん、新潟というとどういうイメージお持ちでいらっしゃいますか？お米、あとは雪深い、もうその2点ですね。なるほど、はい、まあ、夏はね、非常にすがすがしいので、皆さんもぜひいらしていただければというふうに思います。では早速現場の方にちょっと行っていただきますので移動しましょう。メガ大型木造パネルってすごいですね。考えられなかったですね。そうですね、工場になるのは。そうですね、はい。まあ、こちら、新潟県のこちらですね、三条市にある佐藤工務店さんの現場に今日はお邪魔させていただいております。で、今回のポイントはですね、こちらですね、中規模建築の木造化、オフィスの木質化、大型パネルの採用というのがポイントになります。今まで我々のご提案でも、まあ、大型パネルというのはですね、基本的には戸建てというイメージをお持ちだったと思います。鉄骨造のお話が来ると、いやちょっとうちは木造だからできないよっていう方が多かったと思います。今回ですね、それを佐藤工務店さんはですね、実際あの木造で、まあ非常に木造にトライしたっていう現場になります。近田さん、これ納品してみていかがでした？今まで大体20坪か30坪ぐらいっていうのが当たり前で、で22枚ぐらいで1日で終わるっていうのがいつもだったんですけども、500平米超えでプラス100枚以上のパネルっていう、もう見応えと迫力っていうのはもう圧巻でした、ね、なるほど。大体お話は何月ぐらいにいただいたんですか？大体いただいたのが、まあ、1月2月ぐらいで、お施主様が、まあ、鉄骨がちょっとっていうので、まあ、ウッドファーストっていうのを考えて木造っていう形でご提案させていただきました。なるほど。苦労されたっていうか、打ち合わせの方が大変だったんじゃないですか？実はお施主様との打ち合わせに関しては2回で済んだっていう、それ以外の構造の部分ですごい時間はかかったそうなんですけども、でも楽しかったって社長はおっしゃってました。あ、そうですか、はい。まあ、大変な現場だと思いますけど、はい、では皆さん、今から中規模物件の中をバーチャルで見学していただきたいと思います。こちらのバーチャル見学のご案内させていただきます、近田と弊社の千葉になります。はい、建材開発グループの千葉です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こちらの中規模物件なんですけれども、建てるのにあたって多分ポイントがあったんですね。実はこれ大型パネルがなくしては3日間では終わらなかったと言っても過言ではないというのが実はございまして、その秘密であったりか、中規模物件がどうやってできたのかという部分もお話しさせていただきたいと思います。市川さんにお伺いしたいんですけれども、はい、大型パネル、はい、これ実際どうですか？中規模になるにあたって、はい、大型パネルが起用した部分とかっていうのを教えていただきたいんですけど、ね、はい、そうですね、こちらの現場も今見えてる姿が大型パネルの、はい、積み上がった姿なんですけども、あの、まあ、佐藤社長さんもおっしゃってましたけども、現場の作業性ですね、まあ、あとスピード感っていうものが大変早く済んだということです。あの、先ほどの話にもありましたが、3日間でこの建物がですね、このような形になりましたので、圧倒的なスピード感が大型パネルのいいところになっております。で、2つ目がですね、あの、この耐力液がこれモイスついてるんですけども、あのモイスもついてますし、防水シートもついてるということで、現場でですね、あの大工さんの作業性ですね、作業性が随分向上したということになっておりますので、そういった部分についても大型パネルがこの物件に使用した部分は大きいと思います。あの、社長にも伺ったんですけど、モイスを貼るので1000枚以上貼らなきゃいけない。そうですよね、まあ、これがパネルだと100枚ですので、しかもクレーンで積みる、やっぱりこれは大きいですよね。そうですね、30トンですか？そうですね、そうですね、30トンが事前に終わってたということになりますので、はい、ここも注目のポイントだと思います。この中規模物件なんですけども、大型パネルだけではなく、他にポイントがあと2点ございます。こちらも合わせて見ていただきたいと思います。
ちら入っていただいて、バッと目につくんですけれども、トラスですね。トラスですね。こちらのトラスは中規模でどう役に立っているかというと、はい。今、映像で映ってると思うんですけども、この三角形の、この形ですね。この構造が、トラス構造と言われるものになるんですけれども、実際この11メートルのですね、大スパンを、構造として支えるためにですね、このトラスは、寄与しております。でトラスはこの大断面のですね、修正材と、あと真ん中のグレーの部分ですね、あと両サイドにもついてるんですけども、製作可能もので、構成されております。まあ、やはりこれだけの規模の物件を支えるためには、このような構造としてですね、強く支える、このような工夫がされているというのが、この現場の注目ポイントになっております。これ実は一つで650キロぐらいあるんですね。この重たいものを一つ支えるのもかなり普通の木ではできないんですけども、それを支えているのがもう一つあるんですが、はい、こちらでまたご覧いただきたいと思います。もう一つのポイントはこちらのベースセッターになります。はい、こちらのご説明お願いいたします。はい、こちらのベースセッターはですね、今ご覧になっている映像で、この幅が450の、壁面でもですね、耐力壁として成立するように、こちらの基礎とですね、つなぐこの金物の、仕組みがですね、ベースセッターとなっております。まあ、先ほど見ていただいたトラスのようにですね、大きな屋根を支える強さは持っているんですけども、当然重量も出ておりますので、壁量確保っていう部分でも、このようなベースセッターがですね、全部で16箇所、こちらの現場にはついておりまして、まあ、その壁量確保によって、丈夫な建物を作り上げているっていう秘密にもなっております。はい、ありがとうございます。やはりこの3点があることによって中規模物件が成り立ってきたという重要なキーポイントになります。